兄弟たちよ、今日は私たちはピットストップ、F1 車の整理をすることができます。私たちの進行の歩みの、判断ができます。私たちの考えは人間的な考えであるか神の考えであるか、私たちの知恵、神の知恵、つまり十字架の知恵か人間的な肉に縛られている知恵であるか、それは非常に大切です。なぜかというと、ギリシア語でね、そのノウス、つまり考えは非常に、大切です。人間を動かすものですね、その考え。考えによると私たちは判断し決めて行う。聖書によると考えと知恵はすごく近いです。意味としてはすごく近いです。ですので今日イエス・キリストは自分が誰であるかを私たちに尋ねることによって私たちの心を探る、調べます。許してくださるか、イエス・キリストにそれを許してくれるか、許しましょう兄弟たちよ。そうでないと改心することができません。改心することができないというと救われないという意味です。私たちは改心しないとイエス・キリストに現れた神の愛をいただくことはできない。なぜかというとペテロがイエス・キリストをいざめることによってイエス・キリストの死と復活の神秘、彼のための救いの神秘を抵抗したんです。軽蔑したんです。受け入れられなかった。わかる？退けた。ペテロがイエス・キリストの死と神秘を、認めない、あるいはその死と神秘、すみません、死と復活の神秘を認めないと、その死と復活の神秘を受け入れられないということによって神の愛を軽蔑したんですよ。神の愛を受け入れられなかった。わかる？私たちもそうです。しょっちゅうこれが私たちに起こられることです。なぜかというと悪魔が私たちを騙す。だからイエス・キリストはペテロをしっかりながらサタンと呼んだ。ペテロ、一番最初の教皇様、いいわ、教会のいいわ、教会がね、その岩の上に建てられるだろうというものがイエス・キリストを裏切ったんですよ。こちらはポイント、こちらはポイントがあります。ペテロが自分を知らなかった。ペテロが悪魔に騙されて、つまり悪魔がいつもの通り、神が私たちを愛してない、神が妬んでいるから私たちを愛してない、私たちに限界を置くということを言いながら、伝えながら私たちを惑わす、私たちを引っ張って罪に落ちさせます。で、悪魔にとってはこれは簡単ですよ。なぜかというと悪魔がいつも一つの方法を使う。どの方法ですか？彼が神の言葉を自分なりに解決して、そして私たちにこの自分の悪に基づいた解決を述べます、伝えます。これは誘惑です。イエス・キリストも同じ誘惑を受けたんですね。何度も何度も何度もあるので、ちゃんとそれが現れますよね。悪魔がペトロにイエス・キリストが伝えたことを半分だけ示した、半分を隠した、復活の分を隠した。そしてペトロが苦しみだけを聞いて、苦しみだけを見てつまずいた。イエス・キリストは死ぬべきですか？しかし復活なしにイエス・キリストの苦しみもわからなくなる。意味が消えちゃう。なんでイエス・キリストは死ななければならない？別のメシアを待っていたでしょ、イスラエル人が。ローマの帝国に対するの処理者を待っていた。自分たちがいろんな苦しみなどから解放されるので、解放するのできる救い主とね、いうものを待っていた。だからこのヤウェのしもべの姿、この最後のものの姿、みんなに軽蔑される。しかも長老たち、祭司長たちなど、ファリサイ派の人々、つまり上の人たち、指導者から軽蔑されて殺される。それは本当にありえないんですね。なのでキリストの前に行ってしまって、そしてキリストの歩む道につまずきとして置かれてしまった。サタン、神の計画を壊そうとしていた
ペテル、あなたと私も同じ。神が私たちを救おうとしていると、私たちが何回もこの、プラン、この神の計画、私たちの救いの計画に邪魔するものとなる。悪魔に騙されて、いつもこのイエス・キリストの道につまずき通して行ってしまう。先に行ってしまう。あり得るでしょう。私たちの経験であるでしょう。私たちの経験です。私たちの毎日ぐらいの経験です。悪魔が私たちの苦しみを示して、そしてなんであなたが苦しまなければならない。なんで神があなたを愛してないと。私たちはそれを聞いてしまう。それに耳を傾けてしまう。ですから、いつも文句を言う。いつも兄弟と教会と神ご自身に対して文句、抵抗、背くこと。ばっかり。そして苦しいもん。そして自分の罪に残る。それは違いない。もう疑ってはならない。そうです。その通りです。で、今日これをちょっとだけでもわかるなら、ちょっとだけでもそれが悟らせたらよかった。ペテロは一つのことをわからなければならなかった。キリストが彼のために死ななければならなかった。そして彼のために復活しなければならなかった。彼がイエス・キリストを裏切った。彼がその長老たちなどの一人でした。その経験がない限り、悪魔が私たちにいつも勝つ。いつも私たちを惑わす。これはもう疑ってもね、ならない。そうです。だから、ちょうど私たちが受け入れられない苦しみ、悩み、軽蔑、病気、相手の抵抗。私たちが毎日、一方では受け入れられない十字架を通して、私たちが罪人であるということを分かる。十字架が私たちを罪に定めてくださる。苦しみこそ。癌も私たちの心の中にあるものを、汚さを出してくださる。癌があった時には、あるいは苦しみがあった時には、病気があった時には、私たちにはまず限界があるということを分かる。悟る。そして、私たちが聖霊なしに、その苦しみを受けることはできないということもわかる。すべての苦しみは罪と関係あります。罪の結果です。病気も、神様は病気を作らなかった。死も神から来るものではなかった。それは悪魔の妬みによってこの世に現れた。そして悪魔に縛られている者がその悪、その死を味わう。でも、イエス・キリストは苦しみに入りました。イエス・キリストは苦しみの中にその罪の結果、悪魔に奴隷されている私たちの状態に入りました。で、入ったからこそ、キリストはその十字架に入ったからこそ、軽蔑されたからこそ、みんなに、追い出されたからこそ、みんなに苦しませたからこそ、彼が私たちの毎日の苦しみを救いの場に変えた。私たちが苦しんだ時にはキリストに出会うことができます。私たちはそこまで歩まなければならない。この経験まで歩まなければならない。そして教会がいつも私たちにイエス・キリストが死んで復活したということを述べ伝えることによって私たちにはイエス・キリストの死と復活を与える。私たちが苦しんだ時には私たちに述べ伝えられた言葉が実現されます。ペトロも同じ経験していました。彼が経験したことはセサレアのところに予言した、キリストが予言した事実、彼の死と復活を自分には実現されたということを経験します。イエス・キリストは最後の晩餐の平野に復活されたものとして現れたと、聖ペテロはまず涙を流しながら自分が罪人である。自分のためにキリストが苦しんだ。私のせいでキリストが苦しんだという意味でもある。それを分かった。そしてキリストが現れた時にはびっくり、不思議に、謙遜なものとして、イエス・キリストの愛をいただくことができました。イエス・キリストの許しをいただくことができました。イエス・キリストの復活は、その許しの証拠でした。私たちのためもそうです。イエス・キリストが、ペテロ、あなた、みんなの罪よりも強かった。彼が罪の関係で死んで、神の愛によって復活したと。ペテロがそれを経験しました。だから、謙遜にその愛をいただくことができました。謙遜に彼が聖霊をいただきました。そしてその聖霊は神の考えを自分の中に作った。やっぱり、ペテロが十字架の上でイエス・キリストのために死にました。命を懸けた。教会とキリストのために命を懸けました。完全に改心した。完全に変化された。それは私たちの道でもあります。だから喜んで、今日、この今しめの言葉、真理の言葉、
をいただきましょう。私たちの日常の生活の中に経験するすべての問題など、私たちの宝物です。そこにはキリストに出会う。そして、イエス・キリストがどれほどあなたを愛する。命をかけるほど、あなたの死に死んで、そしてあなたと共に復活する。あなたに彼の命を与える。罪より死より強い愛があなたに与えられます。それはすべて、最後の晩餐の平野に行われる、つまり共同体、教会の中に私たちは経験することができます。私たちはペトロと共にイエス・キリストに従って先に歩むのではなく、後ろに弟子のように歩みながら、信仰の歩みを歩みながら、私たちはそれを経験します。そして私たちも手を広げて、キリストと共に、キリストのために、キリストのうちに、相手のために、この世のために、命を捨てる、かけるだろう。